日本愛知県春日井市、上条町、上条町は愛知県春日井市中南部にある地名。現行行政町名は、上条町1丁目から上条町10丁目。北部を中央通、割塚町、おつりん町、北東部を小田町、桜助町、北西部を矢事町、矢生町、西部を王子町,町、東部を名古屋市森山区吉子。 岐阜平、流泉寺、南部を、下津町、南西部を、下城町と隣接している。庄内側対岸に一部だが、上城町後、七丁目に属している地域が存在し、名古屋市森山区を経由するルートしかないため事実上の、飛び地となっている。町内に、春日駅があるため、マンションが多く健在する。町の西を南北に、 愛知県道25号春日ガイ一宮線が、南には、上条用水が通っており、東には、庄内川が流れている。王子製紙春日ガ工場の体育館やグラウンド、工場の敷地の一部が上町8、上条町八、十丁目に立地している。町内の標高最高地点は、北部の約20.8メートル、最低地点は、 南端の10丁目付近の標高を16.4メートルと南へ緩やかに傾斜した地形となっている。人が居住する以前は広い川床を川が流れていたと推測されている。町内を流れる地蔵川昭和40年頃まで上条町内には2つの池が存在したが、現在は埋め立てられた地化されている。この池は庄内川が氾濫した際にできたと言われている。 地底までは、非常に深く、庄内川、内津川の伏流水が湧き出ていた。上条城,城周辺の風景地内には、上条遺跡が存在した。詳細な位置は不明だが、出土物の中から、古墳時代前期のものとみられる、約6センチメートルの入分橋や、石縮城などが発掘されている。また、上条町八丁目には、大子製紙工場敷地内に、 弥生時代後期の遺跡である王子遺跡が存在したが、現在は完全に消失している。2019年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移率立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。また、公立高等学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。 カスガイ駅北口町内にあるバス停線時中には、陸軍造兵省高雷製造所第6工場から南に高雷工場を、篠木工場を通って、カスガイ駅へ接続する軍需鉄道が存在した。昭和16年に軍事工場へ物資の運搬を目的に建設され、昭和20年第二次世界大戦が終結されると同時に役目を終えて廃線となった。 現在は、京大や陸軍造兵将高雷製造所、第六工場の入り口の門などが残存している。他にも、かつて昭和時代初期には、春日駅から南に、上条町を横断して、下条町に続く、軍需鉄道と思われる路線が存在したが、詳細不明。名古屋城の三ノ丸の赤門、ありがとうございます。